月光は2000年にゲーム機の任天堂ゲームキューブの CPU 用にカスタマイズされ作られた IBM による3 2ビットのパワー PC マイクロプロセッサである。このゲームシステムにおける月光の目的はゲームの記述や人工知能、衝突検知、ライティング効果やスムーズな変身などの幾何学の グラフィック、システムを通してのグラフィックの移動などを容易にすることだった。このプロジェクトは1999年に発表され、IBM と任天堂は約4 0 0ヘルツで稼働する CPU のために10億ドルの契約に合意した。IBM はフリッパーグラフィックプロセッサとは別にタイトでバランスの取れたオペレーションなどの任天堂の要望を確実にするため、 既存の PowerPC750X ククプロセッサを修正する選択をした。このカスタム化はバスアーキテクチャ、ドマ、圧縮、シムド命令のスペシャルセットをサポートするフプなどに対して行われた。この CPU はカスタムなライティングや機化学、そして大量の圧縮データを GPU へ直接転送するなどの作業をするよう作られた。 IBM のカスタム化は、任天堂の仕様を上回る性能となった。月光プロセッサは、後に、IBM が設計及び製造してウィーに搭載された、ブロードウェイプロセッサの直径の祖先と考えられている。ありがとうございます。